はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。対馬陽子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。12月29日に予定しておりましたメール党員様限定忘年会なんですけれども、誠に申し訳ありませんが、会場の定数に昨夜達してしまいました。ご応募締め切らせていただきます。会場小さすぎを反省し、メール党員限定新年会も考えております。その時はまたよろしくお願いいたします。新忘年会、ご応募締め切らせていただきました。会場がですね、何人までって会場で、まあ借り切ってやるわけじゃないんですけれども、まあそういうことなんで、あしからずご了承ください。誠に申し訳ありません。ダメ総理、支出の無駄を一切 見直さずに防衛増税、をですね、国民の自らの責任と言ってしまい、一晩明けた現在も炎上中であります。今日12月14日、今現在も2チャンネルニュース速報、通称ニュー速、投稿スピード1位の偉業達成。投稿スピードが一番速いのはですね、この一番上に上がっていくんですけれども、ヤフーニュースの批判コメントもですね、1万5000超え。まだまだ増殖中。政治家は権力と責任がバーターですよ。一人一人の有権者、有権者ですから、権力あるものがですね、自分の持っているちょっぴりの権力を投票によって政治家に託すと。で、託された政治家はですね、まあ、責任と引き換えに、その権力をちょっとずつもらうと。権力は振るって、責任はよそって都合よすぎる。ましてや、大将がさ、トップがさ、いう潔くないし、なんだその都合いい、言いぶりは。道と自民党の三原淳子参議もですね、国民の命を守るのは国の責任。いきなり増税を提示してきて数字で決めるなんてやり方は間違ってる。堂々とですね、岸田批判、総裁批判しておりました。三原さん男前やな。岸田総理はですね、三原さんと高市さんの爪の赤をもらって飲んだ方がいいよ。ちょっとはですね、男らしくなっかもしれない。一番楽でバカでもできる方法を選びやがってさ、その前に男女共同参画とか見直せば、外国人生活保護とか見直せば、減税しながらでも防衛予算倍増できますよね。本当に政治センスねえな、バカだな、政治家としてっていうよりも社会人としても失格だなって思ってたら、茂木幹事長もアホだった。バカだった。センスがない言葉を吐いていた。決まった方針に従うのが慣例だ。自民党内の反対派を牽制だそうであります。決まってねえべ、とツッコミが殺到しておりました。ネットの話です。党内からの反発多いね。何が慣例だ、ふざけんな。単なるゴリ押しを決まったこととすり替えんのか。茂木は人の話を全く聞かないから。これで茂木が総理は亡くなった。こんな傲慢なこと言われたら、ダメって思うよね、みんなね。党内ですらまとまってない話を、決まったことってゴリ押しはひどい。決めるまでのプロセスを透明にしてから言え、ドアホ。相談も合意も取らず、いつの間にか勝手に決めたことに従えて単なる独裁では。知らんとこで決められて、決まったからお前ら従え、知って、何、議論もなしに勝手に決めたから従えとか、本当に何を言ってるのかわからない。議論せずに勝手に決めて従って、先制君主にでもなったつもりかと。逆に言うと慣例に過ぎない。総理が言えば決まりなら議会もいらん。独裁では。試験なんですけど、まあこの人いつも偉そうで、党内からも評判悪いし、人望も全くないそうであります。経産大臣時代はね、すぐ泥に散らす沸点の低さが、官僚が持て余して取り扱いマニュアルを作っていたほど、経産省の官僚が、あの人すぐ怒鳴っから、
ていうことで、あれだって。それもちょっとしたことで、なんだって、アイスコーヒーがすぐ出てこなかったり、ストドナル、ペヤング好き、カレーは辛口、甘いパン好き、アイスコーヒー好き、カレー、甘口カレーとか出てくると、どうなっちゃうんだろうな。政界ジャーナリスト、角谷さん、角谷さん、全部俺がやる、そして手柄も俺のものというタイプ、官僚よりも自分の方が頭がいいという態度を隠さない人、茂木さんに怒鳴られた人は永田町霞ヶ関にたくさんいる、こんなマニュアルが外部流出していることこそ人望のなさの表れと、やっぱ嫌われて、なんだあの大臣よってことで、こういうマニュアル作ったんですよ、我々は。被害者です。ということで、流出、公表されたんでしょうね。まあ、傲慢が服着て歩いてるような嫌なやつ、すぐ切れ散らかす、器の小さいやつっていうのが、茂木幹事長の正体みたいですね。議員票が物言う総理には、決して慣れそうもないな、これ。それにバカだしね。無駄を一切見直さない防衛増税に反対のですね、高市大臣、西村大臣などは寝耳に水の増税話を決まったことだから従って、傲慢かませんのもですね、もともとが傲慢なやつだからみたいであります。建前上ですね、大臣イコール総理チーム、チームの一員、そのチームメンバーに相談しないで、総理周辺、財務省だけで勝手に決めちゃった話、それにね黙って従っておかしい。高市さん、反論の機会すらないとはって言ってたし、野党がダメすぎて選択しない、まともな自民と情弱自民に分裂してほしいな、右自民左自民でもいいや、自民1自民2でもいいや、まともなね、三原さんとか高市さんとか、そこら辺で、小野田さんとか、まあ、女性ばっかだな、男前なのはな、どうやら、無駄を一切見直さないで防衛増税っていう、バカでもアホでもできる一番楽な道を選んだ岸田総理に呆れたのか、12月11日投票日の茨城県議選挙、県会議員ね、茨城県の県会議員選挙で現職の自民候補が10人落選の大惨敗だったそうであります。報告を受けた総理は顔面蒼白になって呆然としていました。キッシーコレットをすんの、顔面ブルーってやつですね、超ブルー、現職10人がまさかの落選に岸田首相は…まあ記事内容ですけどね、ネットの話、増税するぞばっかでは当然、国民の声を聞く耳が難聴うまいこと言うな。茨城県議選は統一地方選の前哨戦なのでこれはやばい、公明と民民は1議席も減らしていない、増税会議が反対しそうな大臣を呼ばずに開いたと知り完全に落胆した、岸田総理のうちは選挙で自民党が苦戦を続けることは確実、9選狙う西条自民県連幹事長が落選、もうダメでは、まあ一番のね、ベテランが落選しちゃったなんて、県連のトップですか、幹事長、県連でも偉い方の、まあ、9選っていうから、もう32年も県会議員やってた人が落選しちゃったなんて、もうダメでは、全議席は62だそうであります。自民は前回の44議席から35に9議席減、全員当選だったら45席、ちょっと増やしたいなつって、まあ堅実なつもりで狙ったんでしょうけど10人落ちちゃった、しかも強いはずの現職ばっかりが落選しちゃって、ニューフェイスばっかりが当選しちゃったみたいですね。それでも自民だけで過半数、茨城は自民が強いんでしょうね。前回までは自民だけで、3分の2あったし、44議席、62分の44議席だから3分の2だね、異常に強いですね。茨城県の議会、自民が、まあ、今回で10人も落選して、やっと過半数ってなりましたけれども、豊島区は、都は会派7、公明6人、自民6人、これ元はですね、自民が9人だったんですけど、2人、都議選の時にパーケン打って、罰金刑になっちゃって2人辞めて、1人がですね参院選に出るために
辞職して、マイナス3で今6名になっております。自公とばが賛成しないと過半数いかないっつう地獄豊島区は今、茨城は統一選の前哨戦だ、だから総理も呆然としたんでしょうけど、多分何が原因か分かってないですね。自分の発言が原因だとか、増税するぞ増税するぞばっかりで、もううんざりみんなしたっていうのも分かってないよね、あれね。政治センスゼロだもんね。こんなの、自分で気がつく人だったらこうはなってねえべって話ね。自民の地方議員のためにも早く総理辞めろ。バカでラグな道ばっか選んで全然器じゃねえからね。靴沢は増税には反対だが防衛強化には賛成であります。特にコスパがいい核武装、核武装。増税って言う前にここ削りますよあれ削りますってなんか努力を見せろって話ですよね。男女共同参画、外国人生活保護、留学生超優遇、このあたり削って減税しながら防衛強化には大賛成。防衛費倍増だって減税しながらだって可能だよね、この辺削ったらね。政府ミサイル垂直発射型の潜水艦整備へ、海中からの反撃能力行使も、なんで今までなかったの。してみっと今の自衛隊の、潜水艦はですね、魚雷だけ、魚雷発射できるだけ、つまり船を狙えるだけで、地上はダメージ与えられないっていうことなのかな。ネットの話、なんで今までなかった。軍事費増えなかったから。核弾頭も欲しいな、売ってくんないかな。なんか急にいろいろ動き出したな。普通なら段階を踏んで増やすところをいきなりだから、かなりやばい状況では。ロシアでなく中国だろうな。中国はトマホークに核弾頭が乗るのを警戒する。だから日本攻撃には慎重になる。ハードの充実もいいが、国内スパイ狩りもやってくれよ。これで核搭載すれば完璧。首都を蒸発させても反撃してくると思わせるのが重要。これ報道したのが毎日新聞ですね。これはですね、人民軍さんこんなことになってますよっていうご中心ですね。人民軍としてはそんなこと言われても、じゃあ今のうちに叩くかとなるかどうかは不明ですけど、まあ日に日に部数が落ちてく毎日新聞は早く日本侵略に踏み切ってもらいたいんでしょうね。自分とこが倒産する前にね。ハードもいいがスパイ狩りも、まさにその通り。早くスパイ防止法欲しいですね。朝日毎日 NHK の幹部が軒並み逮捕されてたら大笑いなんですけど、増税してでも防衛強化、ミサイル発射できる潜水艦開発、トマホーク500発買う、このところは防衛について急展開なんですけど、アメリカさんね、ウクライナに支援しすぎて自軍の弾薬不足しちゃってるっていうニュースしょっちゅう流してますね。言わんでもいいこと。先日はですね、パトリオットミサイル提供へウクライナ、報道されたばっか。アメリカの物資が不足がちなうちにロシアが撤退する前に台湾と沖縄に手出させようとしてんですかね。人民軍にアメリカ今弱ってっから見てる。ウクライナに支援しすぎて、ロシアも弱っちゃって撤退するとまたアメリカ強くなっちゃうよっていうんですね。報道ニュースをわざと殴らして先に手出させようとしてませんか、人民軍で。アメがですね、今散々人民軍を煽ってっとこだからって日本政府に通知したんで慌てていると、いろいろと。これは私の単なる推測なんで異論は認めますけれども、産経報道、東京都の緊急避難施設、年内にも全都民収容可能に、1400万人分のシェルターすでにありますっていうことを都が発表したみたいであります。独自取材、ネットの話、90センチ四方で1人分か。東京メトロはダンジョン、東京いいなって思ったけど、俺が住んでる田舎なんか価値ないからわざわざ狙わんよな。まあね、田んぼの真ん中にミサイル落としてもね、体育館もか、頑張ってでっち上げたのか、体育館も含めてんだって、そのシェルターに、役に立つのかな、たどり着けるかな、まあ、シェルターまで。広島の爆心地でも鉄筋ビルの地下室は無事だったしと、
これは知りませんでした。都民以外はご遠慮ください。そんなわけいかねえべ。これただ単に1400万人都民の人口分確保しても、例えば混域が昼間だったら昼間人口っていうのがありまして、埼玉千葉神奈川県から働きに来てる人で東京都の人口膨れ上がってから、まあ、2000万人ぐらいにはなってんじゃないかな、適当ですけど、それらが入る分、じゃないと、都民以外はご遠慮くださいってなっちゃうかもしれないね。そりゃねえべって話。やっぱアメリカあたりから戦争が近いって連絡受けてんだろうな。核攻撃直後の広島市街地の様子なんですけれども、こちらであります。綺麗に更地になってるんですけど、ビルは無事なんですね。これ、見ると、爆心地170メートルにあった4階建てビルの地下室も無事だったそうであります。4階建てっちゅうと、ビルとしては、まあ、ちっこい方ですよね。今となってはね、爆心地、そのものの原爆ドームも、今、現在もあるしね。溶けてなくなったりしないでね。さら地部分は多分木造家屋だったんでしょうね。昔のことですから、80年前のことですから。木造家屋の一軒家が、まあね、壁も板塀がなんかの、今でもそういう家発見すると私ウキウキしちゃうんですけど、古い家好きなんで、たまにありますよね。板壁っていうか、まあ、板塀なんていうのも、だんだんなくなってきましたけれどもね。そういうのだったんじゃないか。で、ビルだらけの今の都心が核攻撃受けても、こういう光景にはならないんじゃないか。こんな綺麗に更地にならないんじゃないか。ビルは相変わらず、ポツポツと無事で建っていて、まあまあ、そのビルで、風塞ぐ、爆風塞ぐから、結構大丈夫なんじゃないかなって、ちょっと安心、しちゃいますね。実はインターホンがぶっ壊れておりまして、何の予告もなく突然こういう音たまになってビグッとしますけれども、これインターホンがぶっ壊れております。原因不明であります。一度の核攻撃で東京の機能を消失させるのは無理そうですね。よっぽどですね、放射線とか放射能撒き散らす汚い爆弾とか使わないと。さらに潜水艦からの反撃能力保有で都心を核攻撃してもそれで勝利できないな、勝てねえな、一発で仕留めらんないなということで断念って人民軍が考えるといいなーって思っております。スパイ防止法ができたら多分幹部が捕まる。 NHK 9時のニュースで韓国の BTS のメンバーが軍に入隊しましたとニュースで伝えてしまいました。これ鳴ると、丸一日ぐらい鳴らないんですよ。で、寝てる間は気がつかないんで、鳴ってても私が起きないんだが、夜中は鳴ってないのか、ちょっとわかんないですけど、そういえば私の失敗とこやもですね、今日乗った電車の真向かいに、同じ部屋の若者がおりまして、で、その若者は、変じゃなかった。これ床屋さんの失敗じゃなかった。私がこの髪型の初期で変に見えただけだった。同じ髪型の若者いたんですけど、清潔感あってかっこいいんですよ。私がダメだった。この髪の毛のモデルとしてということみたいです。それが必要なニュースなんかと非難合合。ネットの話、大きなお世話では全くどうでもいい。大切な日本のニュースではない。そもそも休戦中なだけじゃん。徴兵あるのは韓国だけじゃないでしょ。NHK は日本のメディアではなくなったということ。韓国のタレントが韓国の方に従っただけでは。公共放送、かっこ笑い。久しく見てないが、劣化が進んでますね。KHK に放送したら、コリア放送協会ですか。テレビないし、
いっそハングルで放送すれば、私テレビないんですけど、まあスクランブルにしてくれればですね、一日中 BTS 特集やっててもいいですよ。契約しないだけなんで、あと呆れて契約しない人増えるだけなんで、一日中ハングルで放送して日本語字幕つけてもいいっすよ。契約しないだけなんで、解約する人増えるだけなんでね。 NHK もですね、自身の放送に自信があるならスクランブルにすべきでしょ。支離滅裂なへりくつで放送法15条を持ってきて、あまねく全国に、だからあまねくだから、スクランブルしたらあまねくじゃなくなっちゃうからとか、支離滅裂なこと言って、堅くなに拒否してますけど、デモも一切報道しないのはろくでもない番組作ってる自覚あっからですよね。スクランブル堅くなに拒否するのは自分の作ってる番組ろくでもねえって自覚してからですよね。またスクランブルでもやりますんで、ご協力ください。よろしくお願いします。立憲民主党、反撃能力獲得を認める、認めないの党内意見をまとめる努力を断念。まとまんねかった。認めるちってみたり、認めないっていう議員もいたり、リベラルイコール極左議員の反発が強いそうで、立民反撃能力早期の意見集約困難にリベラル系反発と、産経報道ですね。ネットの反応です。何でも気に食わないんだろ。やはり立憲共産党。これだから支持率上がんないんだよ。対案はないのね。反対するだけ。9条を生かした外交で、具体的には、俺が正しい、俺に賛同しろなやつばっかなのは社会党以来の伝統であります。それを見抜いた小沢一郎、党内議論を一切禁止と、それ以来当たり障りのないですね、フェミだの LGBT だのがメインの政策になってしまいました。党内意見もまとめられないのに話し合いでとか言って、話せばわかるとか戦争回避しろだなんてよく言えたもんだな。具体的にはどうやればいいのなんて聞いたらさ、それは与党が考えることだかなんか逆切れするし、もう話にならないですよね。自分らの言動はですね、どんなにみっともないことか、どんなにバカなこと言ってるか気がつくようでは、まあ左翼やってられませんね。産経、リベラル議員の反発が強くって書いてありましたけど、どこがリベラル寛容なんだと、非寛容と自覚してっから寛容って名乗ってんのかな。これは日本に限らず、の現象ですね。自称リベラルほど非寛容で意固地で独善的なのは世界、的現象であります。世界共通の現象であります。日本改革と最初から非寛容って名乗ろうかな。非寛容、で、そこでですね、まあ寛容なとこ見せると、おっって、ギャップ萌えするんじゃなかろうか。大体ですね、議員やって終わったんですけど、議員のね、いい人ぶりたいとか賢く見られたいって、そういう欲望が日本をダメにしてっから、綺麗ごとに騙されちゃってポワーっとなっちゃって、LGBT とかなんか横文字、SDGs とかなんか横文字、よーく考えもしねえでなんか良さそうみてえに、バカな議員がね騙されて、いいと思っちゃうんですよ、バカだから。で、いい人ぶりたい、賢ぶりたいとこ持ってきて、賛成とか言って、SDGs のためにはから言っちゃって、ほんとバカ。だから、議員はもう自分がひでえ人間に思われても、構わねえっていうですね、そういう人がなるべきなんだよな、と私は思いますけどね。いい人ぶりたいとか、賢く見られたいっていう、全然そうじゃねえのに。そういう議員の欲望が日本をダメにしてるって私思います。というわけで、メール党員さんはまだまだ募集中であります。メール党員さん限定忘年会は締め切ってしまいました。申し訳ありません。新年会も考えますんで、勘弁してください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。